ヘンリー・パッセイ、シェイクスピア。ヘンリー・パッセイ、ヘンリーはッセイ、ザ・フェイマス・ヒストリー・オブ・ザ・ライフ・オブ・キング・ヘンリー・ザ・エースは、イングランド王ヘンリー・パッセイの生涯を描いた、ウィリアム・シェイクスピア作の歴史。ヘンリー・パッセイという題名は1623年のファーストホリオで初めて使われたもので、発表当時の文献には、すべて真実、All is True とある。文体から、 シェイクスピアの単独執筆作品ではなく、後継者のジョン・フレッチャーが共作したか、あるいは改訂した可能性が指摘されている。その構成には、後期ロマンス劇の特徴がいくつか見られる。1613年、ヘンリー・パッセイを上演中のグローブザが全焼した。特殊効果として使用した大砲の弾が、劇場の草吹きの屋根に火をつけたためだった。 シェイクスピアの歴史劇でいつも使われるラファエル・ホリン・シェットの年代記クロニクルスの他にジョン・フォックスの純教者列伝ジョン・ストーのサマリー・オブ・イングリッシュ・クロニクルスジョン・スピードのヒストリー・オブ・グレート・ブリテンが二次的に使われている。ヘンリー・パッシーに関する戯曲を書くというアイディアはシェイクスピアは10年近く歴史劇を書いていなかった1613年の ヘンリー・パッセイを扱ったサミュエル・ローリーの劇、見ればお分かりの第24折版の出版がきっかけかもしれない。逆に、シェイクスピアのヘンリー・パッセイの不評が、ローリーの本の再犯の原因になったという指摘もある。シェイクスピアは劇的な目的と入り組んだ素材を、感情の流れに沿って見られるようにするために、ヘンリー・パッセイを歴史通りには描いていない。 二十年間に及ぶ事件を圧縮したのみならず、順番も入れ替えた。ヘンリー・パッセイでは、バッキンガムに対する、大逆罪の裁判は誤りかつ冤罪であったことを、案に差し示しているが、はっきりとは言っていない。同様に、他の微妙な問題についても曖昧な姿勢をとっている。例えば、アン・ブーリンの不名誉と残首については慎重に避け、ヘンリー・パッセイの以後の四人の妻たちのことについても、 全く触れていない。サミュエル・ジョンソン、ルイス・シオボルド、ジョージ・スティーブンス、エドモンド・マローン、ジェームズ・ハリウェル・イコール、フィリップスといった18世紀、19世紀の指導者的、研究者たちは、この劇の前、チューダー朝的性質が、チューダー家、エリザベス一世によって、母親、メアリーを残首された、ジェームズ一世統治期、1603年から1625年、 では上演できなかったはずだというよしから、この劇の創作年代を1603年以前だとしていた。しかし、スチュアート朝時代を通してヘンリーパッセイを好意的に描いた、見ればお分かり、エリザベス一世を好意的に描いた、が、上演出版、再販されたという事実がある。ヘンリーパッセイの上演は、複数のグローブ・ザ・ゼンショーの記録に残っている。 火事が起こったのは1613年6月29日だが、当時のある記録にこの芝居は、それ以前に2、3回もやっていないとあることから、比較的新しい作品だったと考えられている。ヘンリー・パッセイが最初の上演は、1612年から1613年にかけてのエリザベス・スチュアートの結婚祝賀セレモニーの一環だったと信じられている。しかし、 記録に残っているのは前日のグローブ座の火事の時が最初である。火事から15年経った1628年6月29日、国王一座はグローブ座でヘンリー・パスシェイを再演した。その時の上演を当時のバッキンガム校、ジョージ・ビリアーズが感激して、劇中バッキンガム校が処刑されたところで席を立ったという、その約2ヶ月後、ビリアーズは暗殺された。 1662年から1706年まで、ヨーク校一座のプロンプターを務めた、ジョン・ダウンズの、ローショス・アングレカネス。1708年にも、この劇についての言及がある。ダウンズは、ヘンリー・パスセーを最初に演じたのは、ジョン・ローウィン、で、シェイクスピア氏本人から指導を受けたと書いている。しかし、ダウンズと、シェイクスピア氏との個人的な関係は、どの記録にも残っていない。 王政復古期の1664年、サー・ウィリアム・ダベナントが、トマス・ベタートン、主演で、ヘンリー・パッセイを上演し、サミュエル・ピープスが感激した。1720年代には、コリー・シバーの改訂版が、しばしば上演された。19世紀には、この劇のスペクタクル性が大変人気があった。特に1816年のチャールズ・キーン、主演の舞台は壮麗だった。 1888年にエレン・テリーと共演したヘンリー・アーピングは数奇教ウルジーを当たり役にした。ハーバート・ビー・ボン・トリーは劇機の爽快さを売りとしてかつてないほど凝った劇にした。19世紀以降は1933年サドラーズ・ウェルズ劇場でのチャールズ・ロートン、ヘンリー・パス・セイ、1959年のシェイクスピア記念劇場。 現ロイヤルシェイクスピアシアターでのジョン・ギール・グッド、ウルジー、アンド・ハリー・アンド・リュース、ヘンリーなどの上演があるが、人気はなくなり、上演されることも、滅多になくなった。しかし、ロイヤルシェイクスピア・カンパニーによる、上演、1996年から1997年は、批評的に好評で、今後、上演される機会が増える、可能性もある。ヘンリー・パッセイは、 シェイクスピアとシェイクスピアの後を継いで国王一座のメイン座付き作家となったジョン・フレッチャーとの共作であると言われることが多い。しかし、それを証明する当時の記録は何もない。共作説の根拠としていくつかの場面で使われる因文のスタイルがシェイクスピア作品よりフレッチャー作品によく見られるものだからである。しかし、たとえフレッチャーが関わっていたにしても、 合作なのか改定しただけなのかはわからない。フレッチャーとの合作説を最初に指摘したのはフランシス・ベーコン専門家のジェームズ・スペディングで1850年のことだった。スペディングらはシェイクスピア作品の中にフレッチャーのスタイルと語の選択を見てそう主張した。20世紀になって共作説について論争が続いたが、さらなる証拠で合作説により傾いた。 1966年、アードマンとフォーゲルは次のように述べた。現在、否定する研究家は少数で、大多数の研究家が、フレッチャー共作説を認めている。ヘンリー・パッセイは、プロローグから始まる。観客に対してこの劇が、権力者が転落していく深刻な劇であることを告げられる。バッキンガム校、ノーフォーク校、アバガベニー教が集まって、 ヘンリー・パッセイを操って、ますます高慢になっていく、ウルジー卿を非難している。しかし、ウルジーは先手を打って、バッキンガム公は反逆罪の罪で逮捕される。ヘンリー・パッセイは、ウルジーを信頼しきっている。そこに、王妃キャサリンがやってきて、国民に課した重税を取り消すよう懇願に来る。重税は、ヘンリー・パッセイに内緒で、ウルジーがやったことだった。しかし、ウルジーは、 自分も知らなかったことにし、また、税の取り消しも自分が王に訴えたからだという噂を世間に広めようとする。キャサリンはバッキンガムの逮捕にも疑問を投げかけるが、ウルジーはバッキンガムから首にされた監督官らを利用して証言させる。王は騙されて、バッキンガムは処刑される。第一幕第四馬はグローブザ全賞の原因となった。 ウルジー亭の晩餐会の場面である。ヘンリー・パッセイは仮面をつけて、そこに現れ、アンブーリンを見染める。ヘンリー・パッセイは、王妃キャサリンとの離婚手続きをウルジーに進めさせる。キャサリンは、自分の敵である、ウルジーが審判する裁判への出頭を拒否する。ウルジーは、ヘンリー・パッセイとアンブーリンとの結婚に反対で、離婚手続きを延期しようとするが、その手紙を、 ヘンリー・パッセイに見られてしまう。さらに、これまで散々私服を肥やしたこともバレ、王の信頼を失う。財産を没収され、失意のうちに死ぬ。王妃キャサリンも多戒する。ヘンリー・パッセイとアンブーリンと結婚し、二人の間に王女、エリザベス、後のエリザベス一世が生まれたところで、物語は幕を閉じる。最後に、エピローグがついている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。